京都府第一区田坂生田。京都一区田坂生田でございます。今私たちがやるべきことは700億円もの税金を投入して選挙をすることよりも実感できる景気回復に全力を挙げること、そして安定した社会保障の確実に向けた財源の確保、さらには安心して子育てのできる社会の実現であります。私は26年間京都府議会議員として地方行政を経験してまいりました。今こそ国と地方の在り方を大きく変えていかなければなりません。特色のある生き生きとした地方再生を実現していくために、道州制を軸に東京一極集中を是正し、地方で自由に予算を使えるようにし、地方分権を推進していくことが必要です。私維新の党の田坂生田に皆様方の大きなお力添えを賜りますよう心よりお願い申し上げます。京都府第三区清水光一郎。清水光一郎です。私は40年間医師として仕事をしてまいりました。命を守る仕事をしてまいりました。だからこそ命に優しい、人に優しい政治を実現するために政治家になりました。21年前、私は京都府議会議員になりました。その時に京都の赤ちゃんの死亡率が高いという事実がありました。なぜなら赤ちゃんのための集中治療室が京都には完備されていなかったからです。ただちに京都府に掛け合い、赤ちゃんのための集中治療室を完備しました。京都の赤ちゃんの死亡率は劇的に改善しました。このように政治は人の命を救うこともできます。私は国会議員になってからも日本の子どもさんに国内で臓器移植をする道を開くための臓器移植改正法案など命に関わる法案に多数関わってまいりました。これからも本来政治は弱い人の立場に立ってあるものだと思っています。病気の人、介護を必要とする人、障害を持った人、赤ちゃん、お年寄り、そういう方々が最後に頼りになる日本を、国を作るためにしっかりと働いてまいります。一方、頑張る人が報われる活気ある社会が必要です。そのためにもしっかりと規制緩和、規制改革しっかり取り組んでまいります。地方が元気になる日本、そして若い人から赤ちゃんからお年寄りまで命が大切にされる日本を作ってまいります。よろしくお願いします。清水光一郎です。京都府第四区旗本国枝。京都府第四選挙区旗本国枝でございます。明治維新発祥の地である京都から、私は再び衆議院選挙に挑戦いたします。かつて坂本龍馬や西郷隆盛が闊歩した町京都。京都には温故知新が日常生活の中で溶け込んでおります。今こそ維新を、維新で変える、維新で変わる、京都人による京都の政治を実現するため、旗本国枝をどうか国政壇上へと押し上げてください。よろしくお願い申し上げます。